ファイナンシャルプランナーの駒崎です。不動産鑑定士兼公認会計士の神崎です。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、みんなで大家さんの続編になります。まず今までの流れをですね、ちょっとまとめてご説明していきますと、まず行政処分があった内容ですよね。みんなで大家さんっていうのは、まあ、不動産特定事業法の匿名組合というもので商品を販売していて、まあ、年間リターンがですね 7% ぐらいで、これを年2回配当するという商品だったんですけども、まあ、例の成田プロジェクトの方でこの説明不足があったところで行政処分が入ったという流れがありましたと。で、実際にこの商品については投資家さんからですね、みんなで大家さんは2000億円ぐらい、投資家さんからお金を集めてまして、実際に解約の方が100億ぐらい出ているという流れがありました。はい、で、前回の動画の時にはその続編としてですね、なんとその、みんなで大家さんを運営している共生バンクさんのグループの方で、ロンドンの方でですね、実は上場する会社を作ったという感じの流れでした。はい、で、そこの今回は、続編になりまして、今回はその成田プロジェクトの方の、鑑定価格というところですね。ここについてちょっと触れていきたいと思いますが、鑑定価格のニュース見ていただいていかがですか、神崎さん。まずは金額の大きさ、小価格の大きさにびっくりしました。5000億円ぐらいですかね、ところと言われてますね。はい、で、5000億円というところを初めて聞いたときにですね、はい、今どれぐらいのものなんだろうって想像つかなかったんですけど、そうですよね、今までで一番大きなのが4300億円ぐらいということで、はい、しかもそれが大手町の、はい、物件だということで、東京駅の東京駅のあたりですね。そうですね、はい、あそこで行われている評価と同じ規模、はい、いや、それを上回る規模の評価が成田で出されているというところで、まずすごい驚きました。はい、日本一ってことですね。そうですね。なるほどですね。実際にそういった評価っていうのは、不動産鑑定士さんってどういう感じでやってるんですかね。方法は大きく分けて3つあると思います。はい、原価法、取引事例比較法、はい、収益還元法という3つがありまして、ただ、はい、その3つを全部使うというわけではなくてですね、不動産によって使い分けているというのが現実です。はい、収益性とか売買取引の事例とかそういったものを使って見てるところですね。そうですね。また方法ですけど、鑑定士が1人でやる場合もあれば、はい、大きな案件になればなるほど、多くの鑑定士が関与してやってると思います。今回のところは事務所2人だというふうには聞いてますけど、あまり大きくない事務所がやられているのかなというふうに考えています。そうですね。では今回の評価をした内容なんですけど、具体的にどういった話だったんですかね。いくつか気になる点はあります。まず一つ目が、今回原価法というものを使ってるんですが、はい、その中で成田の周りで、はい、取引が行われた事例を持ってきてですね、それを使って評価をしてます。うん、それが原価法、原価法の中で、はい、はい、で、その事例がですね、だいたい5つぐらいいつもピックアップしてくるんですけど、これは通常5つが多いかなと、私も今まで多くの事例を見てきて思ってます。はい、で、それ自体には特に違和感はないんですけど、はい、今回その中で2つは不採用としてるというふうに聞いてます。で、残りの3つを採用してるというところが、はい、まずそれもありかなと思ってるんですけど、はい、その3つがですね、すべて、はい、プロジェクトの敷地内の取引だったというところが一番驚きです、ね。敷地内で、それ周辺の取引事例じゃないってことですよね。そうですね。なので自分たちが高いお金を出して買ったものをそのまま使ってるというところで、矛盾してるんじゃないかなというところが一番驚きだった。驚きですね、それ。うん、驚きですね。そんなの通常ありえないですよね。ありえないと思います。私もたくさん見てきましたけど、今まで一回もそういうのは見たことないですね。なるほど。あとはちょっと気になったところありますか？あとはですね、それに紐づくんですけど、はい、当然利害関係者がグループ内の人だったというところも驚きでして、不動産鑑定評価で市場に出たらどういう価格になるかというところが重きに置かれていると思うんですけど、はい、自分たちで取引したものをそれ使ってしまったら市場で出回った取引ではないので、そうですね。そこもまたすごい驚きでしたね。これもまた普段こういう事例あったらもうそれは使えないねって言って切るものなんですけど、ここでは使われてるっていうのがすごい驚きでした。そうするとちょっと今回の5000億っていうところの鑑定の内容っていったところについては、そのやり方とかにすごくちょっと疑念というか
難しい部分があるっていうところですかね。そうですね、うん、なるほど、わかりました。他はありますか？あ、あります、はい、あと不採用になった事例がですね、はい、成田の駅前だったりとか他の京成の駅前だったりとかするんですけど、はい、そちらが不採用になっているというところも驚きで、はい、しかもそちらの方が価値がない、要するに評価が低いっていう判断して、はい、不採用としているというところがもう最大の驚きでしたね。そっちの事例、要は京成線の別のところの事例ですか？はい、そっちの方が価値が低いというふうな話でっていうことなんですか？はい、そうです。根拠がないってことですね。そうですね、私も今年に入っても2回ぐらい成田空港の付近と成田駅前の付近を歩きましたけど、はい、それと今回の話題になっている場所を比べてみると、はいはい、まあ、どちらの方が今の時点で価値がないかっていうのは、はい、まあ、専門家でなくても明らかかなというふうに。そういうことなんですね。にもかかわらず、今回の鑑定評価書のところを見るとですね、はい、成田駅前の方が価値がないというふうに言ってるところが、はい、もう無理すぎるだろうっていうのが正直なところですね。わかりました。すごいびっくりですね。びっくりですね、はい、この後あれですかね、鑑定評価をもう一回やり直すとかってあったりするんですか？他の事務所がやるとかだとあるんではないかなと思うんです。そういうことですね、うん、そうしないと、はい、おそらく他の利害関係者の方が納得いかないと思いますので、はい、そういう形だとあるのではないかなと思っています。まあ、特に今回みんなで大家さんの商品買ってる投資家さんとかがまさに利害関係者さんですからね。そうですね、わかりました、ありがとうございます。まあ、あとですね、今回プラスのちょっとニュースもありまして、前回はこのロンドンの証券取引所にですね、上場したっていう、まあ、グループ会社を作ったっていうことなんですけども、今度はですね、アメリカのまた全然違う投資会社さんですね、これはロイズキャピタルという会社があるんですけども、実はこちらの方とですね、この共生バンクグループの方が、この成田のプロジェクト自体をですね、まあ、売買すると、まあ、売却するっていうですね、契約を交わしたというふうに、まあ、ニュースで出てるんですね。はい、ただ、ここでちょっとポイントとしては、よく考えなきゃいけないんですけども、まあ、あの先ほどの神崎さんのお話の通り、まず鑑定評価額がちょっとびっくりな金額に出てるというところと、で今回のロイズキャピタルとの契約なんですけども、実はこの 100% 株式を取得するためっていう契約をしてるんですけども、価格は決まってないそうですね、まだ、はい、ですので、あのこういったちょっとニュースを見てもですね、あの売れたんだっていうふうに、まあ、単純にですね安心するっていうのはちょっと早いのかなと思います。まあ、今後ですね、このみんなで大家さんのですね、まあ、続報が出ましたら、またこちらの動画でお知らせしたいと思います。今回はありがとうございました。ありがとうございました。